いつもご視聴いただき、ありがとうございます。アニメ、キングダムの李牧に声が少し似ていると言われている、マイケルです。まあ、ほぼ、地声なんですけどね。ということで本日は、今買うフェラーレはこれだ。おすすめのサチとメフェールについて、と題して、皆様が楽しんでいただける内容にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、いつもの謝罪動画をご期待されている方、申し訳ありません。ただ今月は動画を多くアップしておりますので、ご容赦いただければ幸いです。さて、おすすめの車種を話す前に、最初に申し上げたいのがリセールです。フェラーリはおそらく、世界で最もリセールが良いメーカーです。界隈では、リセールバリューが良いという言い方をしますが、要は、値段の落ちるスピード派、フェラーリは、他のメーカーと比べて、極端に遅いということです。自動車というものは、基本的に買った時の値段が一番高くて、年数や走行距離が増えれば増えるほど、下がっていくのが常でございます。しかし、フェラーリとなると、その希少性からか、下手をすると、新車より高い価格で販売、下取りされるほども珍しくありません。それが故に、フェラーリを投資商品として見る方が多いのもまた事実です。特に、10年に一度の周期で販売される特注中の特別モデル。例えば、F40、F50、エンツォ・フェラーリ、ラ・フェラーリなどは、買えば確実に倍以上の値段で転売できますので、一度も店頭に並ぶこともなく、発表の前からすでに完売している状態です。こういったスペシャルモデルになりますと、まさに殿様商売で、ある日突然フェラーリ様からスペシャルモデルが今度出るんだけど、よかったら売ってあげようか、価格もまだ未定だけど契約にサインしてね、という感じです。私ですか？もちろん、一切声はかかりません。ですから、私の考えるシーンの金持ちとは、値落ちが半端ないクラウンや、メルセデスや BMW のセダンを新車で買って、モデルチェンジのために買い替える人だと思います。心の底から敬意を表します。話が長くなりました。タイトルにもある今買うフェラーリはこれだの答えはシンプルです。怒らないでくださいね。欲しいフェラーリを買ってください。はい、以上です。まず極めて趣味性の高い世界なのがスーパーカー。そこにリセールがどうとか、人気車不人気車とかを考えて買うと後悔すると思います。売る前提で考えるのではなく、できれば一生乗るつもりで考えた方が幸せなカーライフを送ることでしょう。補足ですが、リセールをちまちま考える人には向かない乗り物だと思います。そもそもこれだけの高い車を買える人は、それだけの稼げる才があるということです。株や FX の投資であったり、不動産であったり、社長であったり、本業の収入であったりと、人それぞれですが、まずはその才能をさらに伸ばして稼ぐ方がずっとより多く稼げると思います。ではおすすめの車種はあるのか、リセールの良い車種は何なのか、これについてお話ししたいと思います。まず日本において不動の人気車種といえば V8 ミッドシップのフェラーリです。これはもう鉄板です。逆に人気がないと言いますか、リセールが良くないのは V12 エンジンのフロントシップエンジンです。大
えば599とか F12、FF、ウッソ、812とかですかね。なお、ここは最近少し様子が変わってきています。例えば F12 は、一時順調に値下がりを続けたものの、ここ数年では盛り返してきております。今までにない動きです。これは後継の812が最後の V12NA と噂されており、812がもっと値が下がっていかないと、F12 が下がらないと思います。先ほど、V8 ビットシップフェラーリがおすすめと言いましたが、具体的におすすめなのは、フェラーリの458です。これね、私も458を持っていますが、決してポジショントークではありません。たまたま好きで買った車が一番リセールが良かったというだけの話です。特に458スパイダーはハードトップのオープンカーということもあって、もはや新車の価格より高い値段で取引されていることも多く、制約事例も多いです。リセールが良い理由を説明します。なんといっても、フェラーリ最後の V8NA エンジンであること。フェラーリはターボでもめちゃくちゃいい音をしますが、やっぱり NA の甲高いレーシーなサウンドには構いません。同じフェラーリエンジン同士の戦いなのですから、勝てるわけがありません。次もエンジンですが、458はフラットプレーンクランクで、しかも急旋回転まで回ります。これはかなりすごいことなんですが、これにより甲高い F1 サウンドが実現できていることは言うまでもありません。次に GCT ですね。当時458が発売された時のセールス文句は F1 イリュージョンでした。まるで F1 のように電光石火のごとくシフトアップシフトダウンする時の小気味良さはまさに F1 疑似体験です。続いて信頼性の向上です。内装がベタついてくるとか、一部初期モデルの GCT トラブルなど完璧ではありませんが、とにかく品質が F43 周りよりさらに大きく向上しました。普通に運転する分には各種パーツが壊れることはまずないでしょうね。ただし日本車のトヨタと同じように見てはいけませんよ。あくまでもイタリア車同士での比較です。フェラーリ最後のピニンファリーナのデザインであること。デザインは好き好きですが、最後のピニンファリーナデザインという事実は希少価値という点で一役買っていることは間違いありません。以上となります。高くなるべくして高い、だからリセールが最強というのも合点がいくのではないでしょうか。私も458を所有して早7年になりますが、未だ全く飽きておりませんし、今まで所有してきたフェラーリの中でも一番好きで素晴らしい車だと思います。リセール関係なく、これからも愛車として末永くドライブしていきたい所存です。最後までご視聴ありがとうございました。